これ、江戸幕府を抱いた天下人徳川家康は三河の国、現在の愛知県岡崎市で誕生。29歳の頃に現在の静岡県に浜松城を築城し、その後見事天下統一。実は人生の大半を静岡で過ごしている。とはいえ全ての始まりは岡崎だと鼻息荒い。来たじゃん、来たじゃん。静岡の方が来たな。映った映った。だけでしょみたいなこと言ってたんですけど。私の意見はまあ確かに分からんでもないですけど、やっぱり家康さんは岡崎ですね。岡崎ですね。岡崎なんかすごいのあるとかとかあります？岡崎の駅のロータリーのとかね。馬にまたあった家康さんなんか。銅像なんてどこにもあるじゃないですか。そういう銅像とか違うんですか？もうすごいっすよ、すごいっす。大きいっすね。マジですごいっす。それがすごいっすか？すごいっす。銅像か、結構ありがちだけど、と思いつつ行ってみると、ギリギリ、めっちゃでかい。台座を入れてなんとおよそ 9.5メートル。お値段も家康ラブ注入しまくりの1億円超え。しかもそのほとんどが市民からの寄付金。